でシングルマッチもずっと続いてたりしたから、ね、多分疲れが出てくるかもしれないですね。さあそして海野が出てきた、躍動している。今度は目の前には高木慎吾、飛ばしていくか、動きを読んでる海野、体勢入れ替える、あもう1分早い、早いな、ドロップ蹴っていた、動きのキレが素晴らしいですね海野さん。さあ今度は目の前に内藤哲也だ、先ほどのお返し、仕掛けたい後頭部、早い早い早い、なんだなんだ、すごい運動量ですね。おおおおお、しかもこのポーズも内藤哲也の、これはパフォーマンスです。面白い男だ、早いな動きが、あの三足フリップ昔内藤哲也やってませんでしたかね、言われてみれば確かに。いやそしてまだ動き続ける、持ち上げるか、フィッシャーマンズスープレックスホールド、見事なブリッジだ。これはヤングライオン時代から使ってましたよね、大切に大切に。